世田玉川神社は、東京都世田谷区世田にある神社。第三道に面しており、次元寺と隣接している。祭神として、以下を祀っている。永六年中に、この村の下屋敷に創建されたが、1626年に、長崎城左衛門に吉見国が寄進して、現在地に移転した。神社は、国分寺が決戦の高いところにあることから、 長らく、御嶽神社と呼ばれていた。1874年に尊社となる。1906年の直霊によって進められ、神社合祀に基づき、1908年に、他の、八幡社、熊野社、大宮宮、六諸宮などを合祀して、玉川神社となり、後に、瀬田玉川領地区の氏神様として、瀬田玉川神社と呼ばれるようになった。1914年に、 社殿は改築され、1923年の関東大震災の被害で補修された。境内には樹齢7から800年の東京都指定天然記念物の大きな黒松があったが、1966年9月24日に台風26号の猛襲で地上10メートル付近で主幹が折れて、社務所を大破させ、後に故死した。 これを機に1968年に社殿及び社務所が再建された。飛び地境内抹茶として、瀬田四丁目の一角にある稲荷神社。境内は公園になっている。かつては、正一稲荷様とも言われていた。二子玉川に遊郭が増伝染病が広がった頃に、病気治癒を願って作られた。ありがとうございます。